サッカー、本田圭佑、ダブル肺葉腺欠場、レーシック手術失敗が原因。との報道、専門医も可能性を示唆。3、サッカー選手の本田圭佑に、レーシック手術失敗疑惑があると報じている。ワールドカップアジア最終予選ヨルダン戦が行われた3月26日、同試合を欠場していた本田は、右足首治療のため日本に帰国していた。当初、所属事務所は1週間ほど日本に滞在するとしていたが、その後、4月9日くらいまで滞在すると発表、怪我の具合が心配されていた。そんな中で出た文春の記事によると、屈強なフィジカルな腕の本田が、今年に入り発熱や腹痛といった怪我以外の理由で試合を欠場することが多くなったという、その体調不良の原因は、レーシック手術の後遺症ではないかと、サッカー関係者の間でささやかれているというのだ。本田は昨年6月、新宿紳士クリニックの広告キャラクターに起用され、本田自身も同クリニックでレーシック手術を受けている。だが、3月25日に放送された、本田を追ったドキュメンタリー番組、プロフェッショナル仕事の流儀、特別編、NHK でのインタビューシーンにおける彼の表情には明らかに違和感があり、ネットの一部では、レーシック手術の影響ではないかとの声が上がっていた。対して、文春の記事では、レーシックに詳しい眼科専門医が番組映像を見て、眼瞼下垂の症状が出ていると指摘、さらに、0.4 であった視力を 2.0 に改善したことについて、過強性の可能性があるとも語っている。その過強性による目線疲労により、腹痛や体調不良などの症状が出ることもあり、最近の本田はそれらに悩まされているのではないかというのだ。レーシック手術とは、レーザーを照射することで角膜を矯正し、視力を回復させるというもの。日帰りで手術を受けることができるため、メガネやコンパクトレンズから解放されたいと考えている人たちに人気だ。スポーツ選手ではゴルフのタイガー、ウッズや野球の松坂大輔らも手術を受けている。また、今回の本田のように、堀江貴文元ライブドア社長やお笑いタレント、元テレ元、フットボールは、オリックスバファローズの糸井嘉男の有名人も、レーシック手術を受け、その体験談もクリニックのホームページでなどで語るといった広告塔になっている。しかし、09年には東京の銀座眼科で、ずさんな衛生管理が元でレーシック手術を受けた67人の患者が角膜炎などの感染症を発症している。また、レーシック手術による合併症として、夜間に光が眩しく感じるハログラム現象や度外視、視力の低下、色のコントラストを識別するのが難しくなる。角膜拡張により近視や乱視がひどくなることもあるという。さらに FDA、米国食品医薬品局の調査によると、米国でレーシック手術を受けた人の半数に後遺症が出ているとも伝えられている。安全性は高まってきていると言われるが、経験や技術がない医師による手術でリスクが高まったり、術後のケアを間違えることで悪影響が出ることも懸念されているのだ。文春の取材に対し、本田の所属事務所と新宿近視クリニックは、手術が失敗したことを否定しているが、日本サッカー協会強化担当技術委員長の原宏氏は、所属チームが公表していないことは、協会は公表できないと歯切れの悪いコメントを残している。サッカー日本代表が誇る中盤でも本田は今や欠かせない選手だけに、一日も早い復帰を期待したい。0.4 ならしなくていいのに、レーシック難民って言葉が良くないね。レーシックしたいのに手術してくれる医者が見つからない。手に届かないするよ。レーシック被害者、の方が分かりやすいよ。新宿駅とか横浜駅にあるでかい看板も違法らしい。このままだと告発されちゃうんだってよ。ひどいな。両目のバランスがめちゃくちゃじゃん。本田さん、ご愁傷様です。メガネかけなくて良いのは別世界に楽だよ。横に寝ながらテレビ見るなんてできなかったし、だてメガネのおしゃれもできなかったからな。なんで親知らず抜くのはダメなんだ。抜こうかと思ってるから教えて。親戚のおばさんがそうなった。昔メガネかけてたけど老眼が進んでピントが合ったとか言って、今メガネ使わないで新聞読めるっつってた。一郎も目悪いけど一郎みたいな一流は軽々しく熱入れないからな。本田さんは二流ですね。有名人でレーシック成功した人と失敗した人でパーセンテージ出すとすごいことになりそうなんだけど、誰か失敗と成功した人並みで確率出してくれないかな。しかもタイガー、ウッズは6年後に影響が出たんでしょ。ってことは流行ったのここ数年だからこれから5年後10年後にどういうことになるか想像はつくよね。ならない。遠く見るときは今まで通りメガネかコンタクト必要で、近く見るときはランカッコ老眼鏡不要が見やすいという目になる。事実だったら笑えんな。本田、手術で視力矯正 0.4 から 2.0 に SBC 新宿近視クリニックでレーシック難民化した有名人について語ろう。今ブームの近視矯正コンタクトが効果的ならレーシックは必要ないかもな。全知能の人じゃないけど歯はなるべく抜かない方がいいよ。虫歯とか変な風にあえて痛いとかでない限り、最近の歯医者はなるべく残そうとするよ。何もないのに親知らず抜きましょうとか言ってくる医者は注意。はっきり言って本田は一切同情できない。それどころか本人は絶妙に速攻で広告塔なんだもんな。実際の副作用やその他のリスクがわからない状況で、それを平気でよく宣伝できたなって思う。本田に影響を受けて手術受けた人はどんな気持ちなんだろうな。本田圭佑にレーシック手術失敗、疑惑なく上、角膜にメス入れるって考えただけで恐ろしい。日本の宝を壊しても術者は反省もしなければ次回もしない。いい金儲けだろう。iPS 細胞まで負けなかったんか。患者は後遺症が何もないのを成功だと思うのに対して、医者は手術自体が成功してれば失敗とは思わず、後遺症は個人の違いで済ませてそうだしな。成功率のトリックなんてそういうもんだろ。目は一生もんだしな。俺メガネ取ったら何も見えなくなるレベルなんだけど、レーシックは高いレベルの人が悪くないでいいんじゃねえの。悪くなるのは角膜だけの話じゃないからな。視神経に傷をつけるわけだからな。言葉では諦めてないって奮い立たせてるけど気持ちは完全に慣れちゃってる感じ。ロシアに行ったのは本当に大失敗だったな。CSKA はそんな悪いチームでもないしな。本田は負けてるだけかと思ってあまり気にしてなかったけど、もしレーシックの副作用で劣化っていうようにが当たってたらまずいかもな。レーシックは治療じゃなくて改造だからな。美容整形とかと同じ広告塔で大金もらってレーシック失敗なら訴えることもできないんじゃないか。サッカーの試合とかで遠くからレーザーポインターで照射して失明の危険性もあるとニュースでやってるくらいだからな。視力低いけどレーシックなんか怖くてできないよ。本来的に必要ない手術で後戻りできない手術はリスクをよく理解した上で程なくもできる場合以外はやるべきじゃない。美容整形なんかでも悲惨な失敗例はいっぱいある。レーシックも似たようなもんだろうね。ちゃんと失敗者はリスクをきちんと説明するが、有名人も広告塔に使うようなところがテレビで宣伝しまくってるところは危ないと思う。どう考えても自業自得だよな。だからこそ泣ける。もっと意識が高い男だと思ってたわ。これはおいおい本田マジでヤバいんじゃ。本田ってところどころ抜けてるっていうか情弱だよな。ちゃんと失敗者ならまずレーシックを止められるだろうけど、本田は全ての行動が思いつきばっかで落ちたよ。両手に腕時計してることを俺は常識にとらわれないとか誇らしげに有識帰国するたびに何これかっこ何これのために俺は別の便で帰らせる。レーシック手術なんて本当にプロ意識やったらまずしない。そして本田はレアル入りのためにクリオナと談笑してるところをイメージしてるらしいね。もう全てが痛い。レアルに入りたいならまずはプレーの質を上げるのが先決なのに、クリオナと談笑するシミュレーションもする本田。結果インタビューではクリオナのことをクリスティアーノとか言っちゃうしな。もう行動が芸人レベル。本田さんにとってはリスクを犯しても欲しい7000万だったんだよ。 CSKA はチームぐるみでドーピングしてるってブラジルの選手が告発してたじゃないか。テレビでも手放されている規制緩和っていうのが進んでいくと、インプラントとかレーシックとかが蔓延するってことなんだよ。つまり医療がお金儲けに趣味になるってこと。この怖さに気がつけば TPP のヤバさとかもよくわかる。確かに知識や情報がしっかりと与えられるなら規制が緩和されること、波紋がないんだけど情報がしっかり開示されないまま規制緩和されると、こういうものがどんどんのさばる儲かるからね。W 自分病気で一時期高めの視野が 90% 近くなくなったけど、すげえ鬱な気分になってなかなか精神的に回復しなかった。普通に見えてる人は目がおかしくなった場合のショックはでかいよ。やぶ医者大繁殖とかシャレにならんな。日本代表はた多分選手生命というより日常生活も悪くなりそうだね。なんで腐るほど金あるのに副作用なしの角膜矯正コンタクトにしなかったんだろうか。角膜矯正コンタクトは総額40万円くらいなのにね。本田さんがほやはロシアやみんなロシアが悪いんや。実はレアルゼロと交渉中なんだろ。そうなんだろ。スポーツで使うのは周辺視野だからそんなに関係ない。全然関係ないけど歯はちゃんと抜いてちゃんと刺し直せば大体はくっつくよ。歯の奥が炎症になったんで抜いて、そう刺して刺し直して2ヶ月くらいだけど高いもんでもバリバリ噛める。次の代表戦は出るのかな。結構先だけどこの前残念だった。長友と本田にないと何か物足りない。そもそも世界ですでに数千万人が受けてる手術の問題点が20年後30年後も放置されてるとは思えない。それも俺が手術に踏み切った理由の一つ。レーシック難民とかレーシック前は少し失敗とかググったら少し前までがチソース出てきたけど、今じゃヒットするのは SEO 対策と手術に誘導するスパムブログばかりだろ。本田の件もいずれどんどんスパムサイトに侵食されていくんだろう。レーシック被害を拡大させてるのはレーシック業者とつるんでる。こういうスパムサイト制作して乱立させてる悪い連中だろう。ドメイン名にレーシック難民入れるとか普通ありえんだろう。最近では個人ブログにも偽りの体験談、最近流行ったステマ、ステルスマーケティングが使われるようになっている。芸能人がレーシックを褒めたたえているのは確実なステマ。レーシック業者が SEO 対策やらせ体験談、桜芸能人などの工作を言っている事実は証拠となるソースが何度も出されている。今の芸能人、スポーツ
選手などの宣伝は本当のことなのでしょうか。プロゴルファー、カタラマシンモのような裏席が他にもあると知ったらその情報で、多くの患者を騙したことは大問題ではないでしょうか。またこのことで、多くのレーシック後遺症の被害者を出した責任は重大ではないでしょうか。レーシック失敗からダブルドアイネ、11のイバタもレーシック失敗で一時は引退しそうだったものが、最近の松坂大輔、なぜか思いっきり旅の入ってる眼鏡かけてる、大リーグの松坂ってレーシックしてたのね、驚きだわ。しかも、ドベーシリメの不調を訴えて何度もアメリカで再手術してる手足の雑誌に書かれてたわ。松坂バカよね、ダブル、チームメイトの汗もツイッターで暴露してたわ。今はボールなに順に見えたり滲んで見えるらしいわ。マクニューのアホよめな手術を進めたのかしらね。マクニューなら何でもしていいと思ってるのかしらね、まったく。どうせパイズに沈んで感覚なくなってんでしょ。もう、日本でレーシック始まったのって10年ちょっと前の2000年頃だからな。ウィキにも載ってるよ。ちなみに影響が出てくるのって5年後、10年後だからな。自由診療で自己責任だからな。流行ったのはここ数年だからな。5年後、10年後どうなるか楽しみだからな。英語読めるならアメリカで今どうなってるか調べるといいよ。野球もぼやっとよく見るとか言われてるよな。凝視すると変化球に対応できない。レーシックの後遺症を苦しむ芸能人、再強制が必要になった芸能人の方や、強い痛みを感じ続けた芸能人、ドライアイに苦しむ芸能人の方であるからこのような経験がなかったとは非常に考えにくいので、経験談ではレーシックに関してマイナスのイメージとなる部分を避けて話しているというのが妥当でしょう。多分ね、レーシックで3回角膜をスライスしたんでしょ。レーシックの角膜スライス限度回数は3回。もう今の角膜は済んでるのよ。角膜移植しかないのです。だからビッグクラブは諦めて、キスかモスクワで選手生活を浸透しろ。まずは角膜移植じゃ。本田さん、レーシックに失敗した有名人、斉藤隆投手、かっこ楽天テレビ東京の下町八丁 X という番組で告白。実はレーシックを受けたな。目の調子が悪いんです。暗いところだと全然見えない。サインするときもぼやけて見えるし、指が何本かもよくわからない。井端、市場、吉村、土橋、牧原、松坂、岩村、鈴木直介に次々か。レーシック被害は小金作詞の手によくなんか聞かないほどの騒ぎになるだろうね。熊田陽子もだろ。加藤浩二の目がいつも血走ってて怖いんだな。本当にレーシック受けてるのだろうか。国内のレーシック手術で失明した事例は一例もない。むしろコンタクトを続けることでの眼病などのリスクもあるし、レーシックだけ異常なまでに怖がってるやつってアホだけでしょ。リアルに友人がいなくて、周りにレーシックしたやつがいないとか、レーシックを受ける金がなくてメガちゃん知ってるやつだけでしょ。むしろスポーツ選手は普通メスを入れるのが臆病。松井も7年ひだに悩まされたな。クラブからどんなに言われても引退前のどうしようもなくなるまでメスを入れなかった。白の靭帯損傷してもメスを入れず周りの筋肉を鍛えてカバーしたりした。実はスポーツ選手は上に行くまでに自分よりいい選手だった人が手術もボロボロになってるケースをよく見ている。レーシックの失敗例に出てくる選手の多くが視力の低下で成績落としてクビになるか、逆転を狙ってレーシックを受けて駆け抜けた選手が多い。近視なんてメガネやコンタクトで矯正できるのに、その手間さえ惜しんで角膜削るやつって頭おかしいよな。他人も技術を信用しすんだろ。自分の目によくそんなリスクかけられるわ。下手国と後遺症に一生悩まされる。ひどい場合だと平衡感覚に支障が出て寝たきりの人もいるらしい。怪しいレーシック業者の広告塔になって金儲けしてるのが叩かれてるの。レーシックしたいなら勝手にすればいいが、怪しい病院の広告塔になんて普通はならない。多分事故か何かで角膜に傷ついた人の近視が改善された。こんなところが元だろうな。それはそうだろうな。一応今現在だけでも結構な数の被害者いるみたいだし、統計データでもよりは少しでもデータあるとずっとマシだと思うので、データが知りたい。それもレーシック業界とは無関係の完全な中立な機関のデータで、レーシックのある時代にネットがあってよかったよ。なかったら間違いなくやってた。1、2年は良かったとしても、手術して10年後、20年後の安全性は未確認だろうし、今受けてる人はある意味人体実験だよね。レーシック手術とロボトミー手術はやばい。ロボトミーはすでに近々になった。ロボトミー殺人事件で検索すればそのヤバさがわかる。レーシック被害者を進められない。ここのすでにそんな奴が大量にいるだろ。実際に失明してる人間がいたら必ずニュースになる。報道で一切レーシックの失明が報道されていない。そして裁判にもならないんだから、失明した事例なんて一個もないに決まってる。実際お前がレーシックで失明したら確実に裁判を起こすだろ。シュンさんが笑ってるぞ。レーシックのヤバいのはわかった。なるほど、レーシックのせいで NHK のドキュメンタリーでかっこいいことも撮って、さっそうとインタビュアーの前から去っていってドア開けようとした時に鍵がかかっててコントみたいになってたのか。レーシック壊るべしだな。あいつみたいなもんか。シュンさんもう34歳だけどいけるだろうか。吉本関係のせいもそうだけど、やたら大物の人が出てくると本当にそうなんだなと思ってしまうこの心理。レーシック万世太郎がキモい。失敗したやつは告白すらしたくないもんだからな。成功したやつは喜んで書くけど、だから成功例ばっかりに目が行く。多くの人に見られるにちゃんと特にレスも期待できない消費者庁のエチピントでは違うだろ。それに自信満々に言うけど、本当にレーシックの裁判ってないのか。政権と同じでちゃんと司会者が出会って分野なんだろうな。レーシックしたやつは将来どうなるか不安だから、被害者を増やしておこうというだけ。お前、気違いにも程があるだろ。消費庁はいつどこで失明したって事例があるって回答してるんだ。そんな回答は一切していない。アボンダにふさわしい末路と言える。レーシック業者の失敗は稀なケースまでのケースと連呼してるけど、調べればレーシック難民や本田はじめスポーツ選手や芸能人の失敗例が万策出てくるぞ。もはや稀とは言えないレベルだと思うけど、知り合いでレーシック受けたのは6人かな。1人は術4年で元の視力より悪くなった。1人は術の視力回復してお喜びしてたな。しばらくして結局メガネが必要な視力になった上、光がやたら眩しかったり遠近感がつかみにくくなったりして、車の運転が怖くてできないと言ってた。あとの4人は今のところレーシック万世って感じ。マジ？あれレーシックが原因だったの？ W、レーシックは SEO 対策が異常なまでに徹底してる。レーシック難民でググったらこの間までちゃんと難民のページが引っかかってたのに、最近では難民になるのは医師との話し合いが足りないから、この院なら安心みたいな感じに誘導するページがまさか引っかかるようになった。こんな対策してる暇があったらなんかもっとやることあるんじゃないかと思うよ。レーシック難民でググると、この手術の恐ろしさがわかるな。術もしばらくは順調で、数年後突然爆弾が爆発するらしい。保証もなく、それ以前に手術を受けた病院自体なくなっていて、結局泣き寝入り、書き込みの大半が慢性的に襲う激痛に耐えきれず自殺を決意してるようだ。それイメージ悪化するわな。W、今の件はもっと公にならんのか。術後に一時的にでも視力が回復したら成功扱いなんじゃないかな。後悔してる二人の手術直後はレーシックマジすげえ W ってなってたし、レーシックしてその後老眼になったらメガネしないとダメなのか。コンタクトはできないらしい。何のためのレーシックなんだ W。とりあえず確実なことはレーシック難民と呼ばれる人生を先真っ暗になるほどの後遺症が出る人が割合不明でいるってことか。お腹が痛くなるくらいの副作用なら 99% の成功率ならやるけど、そんな重い副作用なら 99.9% でも怖くてできない。品川クリニックの問題に落としてレーシック全体の問題じゃないというところに持っていきたいんじゃないかと思う。10年12月末までに838582症例かっこメスの手術を言っている品川近視クリニック。1日の患者数は平日で約700人、週末などには約1500人が平均して来院している。俺が手術した日は1000人くらいいるって医師が話してた。バカすぎだろお前ら W。 同情というかむしろよくそこまで叩けるなと俺は思うがな。 W、 ストレスでも溜まってんのか。 W、 ああ生産工場じゃないんだから。手術前にも後にもいろいろあるし、スタッフが何人いようとも手術に使うレザーの台数が限られているのに。 W、 インプラントもやばいってこのスレで聞いて初めて知ったわ。もともと興味はなかったんだけど、でそれが何がやるか知ってる。俺は手術を受けたから当然知ってるけど、来院数と手術件数がイコールの病院とか怖すぎるんだけど。 W、 レーシックと本田さんのメガちゃんをやったつもりの文春はボケそうった。矛盾と捏造だらけのあの記事は一向か。何年か経ってから後遺症が現れるって人もどんどん出てきそうだし、いけるかもしれんな。レーシックのメガちゃんをダルにって何よ。レーシックのすてのダルにならあるだろうけど、安易に目を手術するやつはバカなんだろ。メガネやコンタクトでもどうにもならない。いよいよ最後の手段ならわかるけどさ、宣伝に乗せられて安易にレーシック手術するやつは私はバカですか。はい、バカです。どじもんじ通した方がいいよ。レーシック手術受けようと思ってたけどやめた。視力0.03くらいだけど、コンタクトのメガネも0.8回転0くらいまでは視力が上がったとしても、照明に眩しさを感じたり遠近感が狂ったりしたらサッカー選手として長友は渡るよな。
残飯がレーシックしてないんだから、どういうことかわかるだろ。元に戻るのかどうかを知りたい。それだけだ。削ったもんが元通りになるわけない。永久に損なわれる。A、長友もレーシック手術受けてたのか。それはやばい。初耳話打ちの事実なのか。なんで今までみんな触らないんだ。お前、まだまだ新しい治療法だから、安全性はまだわからないでしょ。レーシックを受けた人は実験台になったようなもの。角膜をスライスして不具合を起きてるわけだから原理的に回復は不可能かと。確かに今からレーシック失敗だろ。前バーツコも噂あるような。こんなもんマジかよ。俺コンタクトすらできないメガネチキンでよかったわ。既存化し前のカバライ広告並みにあれだなダブル。目の手術なんだから異常な宣伝でもしないと俺もっとも集まらないしな。AKB 前田は小さい子も見ている自分のブログで受けた委員まで紹介してレーシックを宣伝していた。AKB48 の前バーツコが南青山アイクリニックでレーシック。AKB48 の中で最も認知されている前バーツコがレーシックを受けた。この内容は本人のブログでも書かれており、コメント数は4620件と非常に多くのファンが感心していることが伺える。本棚やったのは長男病外科なのに、なぜかこのすれ違う委員の名前ばかり飛び交ってないか。これはひどい。時間が経てば落ち着いてくるのかな。目の整形に失敗した人みたい。レーシックは術の問題が発生しても救済する手段がない。こんなことも知らずにキャリアを終えるとは惨めだな。プロフェッショナル見て本棚の目の焦点がおかしくなってて、左右も全然違う診断目みたいになってたもん。本棚の今からダービッツみたいなやつつけてくれとかありえるか。終わったな。見かねた先、コンタクトはやばくなったら止められるじゃん。レーシックは成功しても数十年後にどうなるかのサンプルがまだないから、何が起こるかは推測でしか分からないんだぞ。失敗のリスクもだけど、それで医者とか専門家はやらない。大体アフターケアもちゃんとやってくれないところがたくさんあるっていうのに成功率だけ当てにするとかほかと。麻酔で眠らされる役じゃないんだろ。まあ、眠った状態ならしの目だから眼球手術は無理か。俺も最初すごい変な目だったって女に言われた。どれぐらいで治ったかわからないけど、本来やったの1年近く前だぞ。今からもだいぶ経ってからドライアイとかになったんじゃないのかな。失敗は感が与えてくれた試練だから幸せなこと。メガネとかで急に視力が良くなると女の子の顔の素に気づいてびっくりするような。目の悪い頃は美人だらけの世界だったのに、レーシックの関節被害者だな。こんなの心配だな。日本代表にとっては大事な存在だし、しかし電力騒動もそうだけど、変な儲け話は危険だね。有楽町にある某レーシックなんかで手術受けたけど、毎日快適なんだな。すげえだろ。神経切るとかでもいいとこ。目のレンズに当たる部分をレーザーで削る。しかもどれだけ削るかは機械に設定すればあとはやってくれる。だから手術者の知識や経験入るな趣味はほぼいらない。ちなみにその奥の水晶体を粉砕する白内障手術で、レーシックの後遺症みたいな話は聞いたことがない。鼻折ったんじゃなかったっけ。俺のようなイケメンだとレーシック後遺症ねえんだわ。すげえだろ。なぜ眼科医は未だに眼鏡払おうに顔に対すべき。ふ、日本人スターっていつもそうじゃん。マスコンなさは盗んでるんだよな。それで外人さんもすげえのかって思っちゃう。神経は切らないのか。ありがとう。もっと調べてみるね。でも自分はメガネ派だ。病気で命を助けるため以外では体にメスは入らない趣味。モンタカス先生はなぜレーシック手術受けないのですか。答え、眼科がメガネかけてるから。やっぱそうだよな。サッカーの内側はコンタクトで出場しているんでしょ。外れたら家に行くみたいだけど、そういうコンタクトとか、スポーツタイプのメガネがサッカーでも許されたらいいのに、サッカーでスポーツタイプのメガネは許可されないの。ゴーグルのようなメガネのことね。メガネやコンタクトをつけ忘れる程度の禁断なら手術してまで視力上げる必要ないと思うんだけどな。俺なんかと禁断だから、メガネかけ忘れるなんてありえんよ。やったら死ぬかもしれないが、ならなくても死ぬ。手の病気の手術じゃないんだから、失敗した時に払う代償がでかすぎる。結局、ワールドカップだけの一発屋だったな。稲本の劣化版みたいな感じ、そっくりだしダブル。クラブの最高実績なロシアって、大体、医者がレーシックしてねえジャンダブル。東大医学部とか順天堂の医者はメガネばっかりジャンダブル。医者がレーシックを認めてない現実がある。